両手を添えて回る2サウザンド。僕が今からやるのはなるべく回数多く回る、エンドレスの2サウザンドを今からレクチャーします。90は手が綺麗に伸びてるんですけど、エンドレスの2サウザンドはちょっと初めは曲がってる。顔はまっすぐで、で軽くちょっと顎を引き気味で、倒立に入るときに順番的にまず右手から1で地面につきます。で次に左足を上げます。でその時にしっかり倒立に上がります。はじめ倒立になった時に足はなるべく開いて入る。まず1、2番手は回る方の手をちょうどこう体の真下に置きます。で次3番手にこの、まあ、大体手首あたりに手を添えて、そこで綺麗に一直線、もう鉛筆みたいにもう一直線になります。でその時は、まあ、逆で言うとこの形になります。次ちゃんと倒立になって手添えた後の回り方、ヘッドスピンと同じように、はじめグライドの開いてる状態で、エンドレスグライドをヘッドスピンでやったようなこの万字の状態を自分で意識して、結構スピードを上げて回るときに、大事なのが曲がってる手を最後に全部一気に、ドリルやったらここで振って締めるのと一緒で手を一気に伸ばす。それで最後綺麗に早く回ります。